はい、おはようございます。おはようございます。小屋の前から撮っております。はい、朝というかね、さっきまで天気良かったんですけどね、雲に覆われてぐんと気温が下がってきましたね。はい、これってあれじゃないですか、オラちゃんの好感度が下がってるようなもんじゃないですか。そうなんですかね。まあちょっとパーッと明るくなっていただきたいですけどね。好感度上げてください。うん、どうすればいいんだろうね。どうすればいいですかね。困ってますな。うん、多分今キャサリンどうしようもないって思ったんだね。そのままでいてください。あ、だそうです。手の震えが止まりません。今日はですね、玄関の、床下収納、はい、一応完成させましょう。はい、ということでよろしいですか。はい、他に何かありますか。大丈夫です。え、間に休憩を、おやつ休憩を取っていただきたいです。はい、ということで、はい、今日も一日頑張るぞ。おう、
寒いですね、はい、太陽はどこ行ったんですかね。隠れちゃいましたね、はい、あれくなってね、雨降ってきましたね、はい、雨降って何固まるんでしたっけ。おやつタイム。今日のおやつはこちらはい、はい、平津揚げっていう、ね、黒糖のお菓子ですか、はい、食べてみましょうか。早速いただきましょう、はい、かわいい動物の絵に描いてます、なんか黒糖が入ってるようなお色してないんですけどね。香りはいただきます。匂いフェチでしょ。匂いフェチですねうまっ。かりんとうみたいな感覚。うん、黒糖控えめですけど、はい、この歯ごたえ、このガリガリする歯ごたえがたまんない。はい、美味しいですね。いい。ちょっと皆さんに音聞いてもらいましょうか。おからパウダーです。入っています。なんかそんなに甘くなくて。体に良さそうな。はい、いつもいつもごちそうさまです。美味しくいただいてます。ありがとうございます。畑に来て半分は何か食べてますからね。そんなことないです。半分ではない。かなり短い時間です。もう皆さんがご想像してる時間よりね、映像的にはめっちゃいつも食べてるような感じですけど、ほんとちょっとです。あとは働いてます。はい、はい、ということで、はい、はい、頑張りましょう、はい、この後も頑張るぞ。おう、おう、thank you.
はい、お疲れさんでした。お疲れ様でした。寒いですね。はい。とりあえず床下収納はなんとかなりそうですね。はい。はい。もう寒いんで帰りましょう。はい。はい、では次回も頑張るぞ。おー。